平野紫仕様、ジャニーズ退場からの新たな輝き、その成功と金プリの現状。こんにちは、音楽ファンの皆さん。今回は、ジャニーズ事務所を退所し、新たな道を歩む平野紫仕様と、その一方で苦境に立たされているキングプリンスへの流せ角と橋山に焦点を当ててみたいと思います。平野紫仕様の退場後のキャリアは華やかで、その存在感はさらに増しています。 その一方、金プリの新たなスタートは思うようにいかないようです。平野仕様の輝き。まず、平野仕様。彼はジャニーズ事務所を退除してからわずか3ヶ月ですが、その輝きはまさに一世一代のものと言えるでしょう。驚くべきことに、平野は退場後も CM 契約が続行中で、P&G のパブリンズの CMY までもテレビで見かけます。 また、ボシュロムジャパンのアクアロックスワンデイ UV シンのポスターは店頭に貼られ続け、その人気は高まるばかりです。大手広告代理店関係者によれば、平野の退場発表後、商品の売り上げが好調で、ファンからはポスターに自分の写真を撮りたいというリクエストが相次いでいるとのこと。 これほどまでにファンから支持され、商品に影響を与えるのは、まさにスーパースターの証拠です。平野紫仕様は退場後、滝沢秀明氏率いる、とべ、との連携を強化し、生配信やインスタグラムに積極的に投稿をしています。そして、彼が身につける高級ブランドのコーディネートや腕時計にも注目が集まっています。 これは本人の個人的な趣味なのか、それともブランドの広告宣伝なのかはわかりませんが、彼の存在はインフルエンサーとしても輝いていることは間違いありません。キングプリンスへの現状。一方、キングプリンスコープを流せ角と橋山の二人体制がスタートしましたが、その勢いは平野市用とは比較にならないようです。 最新アルバム、ピースは発売から1年2ヶ月ぶりの作品として期待されましたが、約34万2000枚のセールスにとどまり、一部で不安の声が上がっています。ジャニーズ事務所にとって、好意的な媒体はセール数字を強調しますが、ファンクラブの会員数を見ると別の一面が浮かび上がります。 金プリのファンクラブ会員数は8月上旬時点で105万2千人を超えていますが、その一方でアルバムセールスが思ったほど伸びていないのは注目すべき事実です。ファンクラブ会員番号が永久欠番になるということは、すでに退会したファンもいる可能性が高いことを示唆しています。6月21日にリリースされた何者というシングルは、 ファンが残った二人を支えるために奮闘した結果、約54万4千枚を売り上げました。しかし、ファンの間では、滝沢秀明氏の、とべ、に対する賛否両論があり、新体制のスタートは順調とは言えないようです。平野紫耀は、ジャニーズ事務所を退除してからも、その輝きを増し、広告業界やファッション界で成功を収めています。一方で、 キングプリンスへの新体制は難しいスタートを切っており、ファンの支持を取り戻すために奮闘しています。この二つの異なる道を歩むアイドルたちの今後の展開に注目です。音楽ファンの皆さん、これからも彼らの活動に期待しましょう。それでは次回の記事でお会いしましょう。